おはよう。支配人の話では、前回来てくれた新しいお客さんや常連からはとても好評だったらしいぞ。こういうことにはなれないんじゃないかと心配していたんだが、この分だとお前の腕前なら通常業務は十分にこなせそうだな。味にうるさい上に要求が面倒な客が来ない限り、お前が困ることはないだろう。そんな客もいるのか。そりゃもちろん。特にほとんど料理をしたことがないくせに、本だけは山ほど読んでる学者先生とかな。暇になるとやってきては、あんたの作ったものは伝統的ではないだの、どこどこがこうで数百年前の味と違うだの、あら探しをするんだ。ここが防除旅館か。一応は老舗といったところかの。これ店主、何か看板料理があるなら早くここへ持ってまいれ。一番高いやつじゃ。ファルザン先輩、どうも。おお、旅人にパイモンか。なぜここにおるのじゃ。こっちが聞きたいぞ。なんで急に旅行できるくらいの経費ができたんだ。しかも一番高い料理まで注文して。これは旅行ではないぞ。わしのような学者が専門アドバイザーとして招かれ、世界中を旅するのは日常茶飯事じゃ。ファルザン先輩、ゆっくり。昨日の夜はみんなで徹夜だったのに、どうして先輩だけこんなに元気なの。本当に100歳を超えてるのかな。私がおごると言ってからずっとこの調子ですなーよ。あー、もしくじりま、したわ。レイラ、それにドリー、珍しい組み合わせだな。おお、お前は実に忙しいやつじゃの。じゃが、ここの料理長にも認められておるなら、本場の名物料理を食べ損なう心配はないの。それでお前たちはなんでリーユエに来たんだ。さっき専門アドバイザーとかなんとかって聞いたような。先日フォンテーヌから新しい船を入手いたしまして、あー、なんと最先端のナビゲーションシステムが搭載されていますのーよ。これを普及できればとても大きなビジネスチャンスになることでしょう。ここ数日試運転でオルモス港から離島へ、離島からリーウェイ港へと、次はドンマンポートにも行く予定ですわ。私と先輩はコンパスや装置の調整を手伝うために雇われているの。昨夜は耐圧試験のために一晩中雲来の海を漂ってた。残業手当は出します。おはよう。お二人ともご自分の意思で来られていますし、契約時にだってわざわざ説明していますもの。本当に隙がないな。つまりその手当の一つがおごりってわけか。だからやってくるなり高いご飯を注文したのかよ。何でも注文していいんですのよ、なんて機会はなかなかないからな。それではまず、ファルザン先輩、私ももちろん一番高い料理でねぎらいたいと思っていますわ。あ、ですが高いからといって美味しいとは限りませんの。リーウェイ料理で一番高いのは海鮮をたくさん使う料理か、暇がかかる料理だと聞いたことがありますわ。
も私たちは何日も海の上で揺られていたのですから、この上魚やエビやらを食べても美味しく味わえないでしょう。むむ、言われてみれば確かにそうじゃの。しかもレイラさんなんてお腹が空いて今にも気絶しそうになっていますわ。え、それはお腹が空いているからじゃなくて、きっと人生の大先輩で徳の高いファルザン先輩は後輩を空腹のまま待たせるのは忍びないと思われることでしょう。うむ、後輩を気にかけてやれというのに文句はないんじゃが、何やら騙されている気がするの。ですので時間をかけて煮込む必要がある料理も出さないでくださいまし。それ以外でも高いものでしたら何でも結構ですので旅人にお任せいたしますわ。